じゃあ行きますか。この建物飛べる？飛べる？お、飛べる。お、こんなとこに入り口ある。こっちから行ったで。よー、やばい、これは行ったあかんやつかな。閉じ込められただけだった。いや、なんかある。適当な道を入っていく。これで迷って行き方がわからないとかなったらどうしよう。やべえ、やべえ、迷ったかもしれない。うおー、どこだった、どこだった、こっちか。マップ見える？ちゃんと入り口から入りましょうということで。エレベーターに、あ、戻ってきた。ちゃんと、あれ違うか、あれただのあれやないか、ただの入り口じゃないか。やっぱりムービーがあった。ちゃんと入らんとダメだな。何かおる、なんだ、黒い影だ。黒い影から出てくるのは何これ、何これ、おもちゃかな。貴様は、なんだ、ブラックバイス。こんにちは、ネガネビュラスの皆さん。そちらの妖精の皆さんは初めましてということになるかな。こんな人がいるのか、ブラックバイス。私は加速研究会は副会長、ブラックバイス。以後お見知りおきを。あれ、なんかもう人じゃないような形。白の王、いや、貴様らの会長殿はどうした。ああ、副会長と会長が白と黒なのか。私では不服かな、黒の王。だって弱そうだもん。もはや否定もしないのだな。二つの勢力が一枚岩であったことを。私たちもバカじゃない。これが本来の世界ではないことも、我々が虚構の存在だということも理解しているよ。すごいな、天才なんか。それが分かっていてなお私たちの前に立ちふさがるというのか。無益な戦いはごめん、こう無理たいが、それではこの世界で存在する意味がなくなってしまう。王以外も入ってくるのか。なるほどな。ではこちらは貴様を倒して白の王を引きずり出すことにしよう。いやいやいや、行きたいって言ってるのに倒すのかわいそう。行きたいって言ってるのに。やれやれ、恐ろしい方だ。本当だよ、怖えよ。たとえ偽物でも行きたいじゃないか。暇つぶし程度にはなれ。不愉快だな。すぐにでも連れてやる。なかなかどうしてやるじゃないか。消えた。消えた。影の中に逃げたんだ。一体どこに？え？移動しないといけない？ない。ない。何これ、びっくりした、見つかったと思った。あ、ここから取れるやん。エスカレーターからクイーンって、エスカレーターだよなこれ。エスカレーターからクイーンって来て、なんだ、あ、フィギュアが引っかかってたのか。はい、こい、さ、この奥だぞ、きっと。いない、いない。上とか？え、間違えた。上とかない？ないなぁ。どこだ？探せ！この世のどっかにそれを置いてきたと思う。
こっち部屋ないない。こっち。なんもないぞ。なんもないな。じゃあ下。探せって言われたかな。探さないといけないのか。外出てたりして。出れない出れなくなって、まさかの、まさかの出れないとは。もうないぞ、道がないぞ。いや、どこかにあるはずだ。下は行ったから、やっぱり上かな。上に上がって道があるところを探せばいいのか。全部閉まってる、閉まってる。抜け穴とかない？ないな。閉まってるからまっすぐ、まっすぐ。こっちは閉まってる、抜け穴もなし。こっちはやっぱこの奥しかないよな。何もない。上とか、あ、やべえ、なんかやった。上とかあるんだよね、これ。階段的な。なかった。ないなら、やっぱりさっきのエレベーターのとこか。エレベーターを、登りましょう。おお、ここにエレベーターが。もう一個上に行けた。どっか道はないかい。お、いたいたいた。ほい、行け。あれ、変なとこでクリックしたから。どこ行った？また消えたのか。どこやねん。いないな。あれ、なんか戦ってる。お、いたいた。どこやねん。いたいたいた。届かん。適当に撃っときゃ当たるじゃん。こいつ避けるぞ。ほいほい。いた、なんかめっちゃ効いた。ほい。また逃げた。ヤツの最大の特徴は逃げ足だ。地面の影に潜伏して自在に移動することができる。卑怯じゃね。次はどこだ。いないかな。いなさそうだ。ふとか言い出したらまた出てくるのかな。どこだろう。また下とかだったりして。こっち？この上？屋上はないか。お、どこだ？どこ？さっき言ったわ。もう一個上。もう一個上行ったら屋上じゃないか。チーズ。こんな風になってたのか、屋上。いないな。こんなと、こんなところにずっといたら戦うことできないぞ。延々と。早く出てきて決着つけようぜ。どこですか。
わからんか、適当に探すしかない。違うか。違うか。下？そう、一番下か。一階に行ってしまった。何階にいるとか教えてくれないかな。はい、何もヒントなんてなかった。味方よいよよいよよいってどっか行ってしまった。2階では戦わないかな。お、あれか。お、いたいた。ふうふうふう。しゃ、フルコン、フルコン。屋上来てくるんだ。だいぶ追い詰められてるはずですよ。ここ？屋上、屋上、屋上。屋上どこや？屋上どうやって行くんや？こうか、こうだ。よし、着いた。屋上だーい。もう後がないぞ、ブラックボイス。それはどうか。横、いたいた。ふい、ふい、当たらない。ちょ、なんか死にかけてる。回復するぜ。いて、ありがたい。ほいほいほい。おのみのサーバーソフトリームだ。あ、死んでた。知らぬ間に死んでた。踏みつけてる。レベルアップ。弱くないっすか。ちょっと弱くないっすか。あ、そうか、中ボスだからか。油断したようだね。この後白いの来るんかな。さあ、白の王の元へ案内してもらおう。後ろにいるぞみたいな。会長は君たちに会う気になったようだよ。フィールドに出てみるといい。では私はこれで。これで死ぬの。先輩どうした。乗り移った。先輩どうしたんだよ。何があったんだよ。フィールドに出るとここ、それともこっちかな。ここ出るといいのかな。出てみた。出てみるとそこには白の王様がいるのか。白の王、おい、ロード投げ。出てきた。オートセーブ。お、なんか出てる。あそこに行けと。なんか座ってる。浮いてる。浮いてる。飛べるんですか、あなた。あなた飛べるんですか。飛べる人ってシルバーさんだけじゃないんですか。なんかエネルギー持ってる。怖い。投げつけてくるんかな。ホワイトコスモス、この世界に来ていることは理解していた。相まみえることも覚悟していた。強いのかな。しかしいざ前に立たれるとどうしようもなく気持ちが乱れるな。なんで。あれが白の王か。ああ、先輩どうした。大丈夫だ、ハリユキ君。だがもしも私に何かあったときは支えてくれるか。はい、もちろんです。嫌だわ、
カラスさんだけに頼らないで。私たち全員であなたを支えるんだから。大丈夫、キリト君が一人で倒してくれるよ。ああ、そうだ。みんな感謝する。さあ行くぞ。倒すぞ。どこにいるの、どこにいるの。よよよよ、もしかして倒せなかった時はこの雑魚たちと戦ってレベル上げろってことなのかな。そんな感じよねこれ。ということは結構強いんかもしれない。結構強いか。ロータス。おお、キンキラや。また一つ成長したように見えますね。その力がどれほどのものか私が見極めてあげましょうか。そんな風に上からの物言いをされる覚えはない。ただ私は問うている。私たちと戦う気があるのかと。ロータス、たとえこの身が仮初めのものであろうとも。おお、なんでわかるんだみんな。あなたが私の前に立つ以上、私はあなたを止めなければならない。それはもはや変えられないのよ。いいだろう。どちらにしろ決着はつけねばならない。これは前哨戦といったところか。では戦いましょう。行きましょう。おお、なんかいっぱい出てきた。さあ、おいでなさい。いけ。いや、痛くなかった。あれ、ほいほいほい、滅びのサーバーソフトに。あ、避けた。でも弱いぞ。ちょっと弱いから、ザコ的倒しとこ邪魔だ。よ、回復して、ちょ、はめんな。ほい、ほい。滅びのサーバーソフトリーン。ビリ。弱いぞ。ちょ、はめ出した。痛いな。ちょっと、キリト君ばっか狙わないで、他の人。縦であるリズベットを狙おうぜ。滅びのサーバーソフトリーン。あ、弱い。なんか出てきた。え？なんだ？なんでさっき緑が出てった？なんで緑が出てった？先輩、倒しました。白の王と加速研究会を。むっちゃ弱かったけど、なんで緑が出てった？すんごい弱すぎて会話の途中で終わってしまったぞ。それにしては随分と骨が折れましたね。いや、弱すぎたって。たっくんたらおじさんっぽいよ。みんなのおかげだ、ありがとう。ただこの手に残る虚しさは何なのだろうな。あと2回進化するんじゃね。勝利の余韻に浸っているところ悪い。黒い木、さっき白の王はこの世界の果てで何を見るのかとか言ってなかったか。そんなこと言ってたっけ。全く言ってなかった気がするけど。ああ、言っていた。どんな黄昏を見るのか。どういうことだ。あいつらはバベルの命令に従いつつもその目的にも気づいたということか。よし、行ってみよう。もしくは語らずとも察したのかもしれん。そうだな、それくらい奴らは頭が切れるってことだろうぜ。ゴーストなのにそこまで思考が回るなんて大したものだな。いや、本人と同じなんでしょ。あ、キキタさん、今回はなんだ。ああ、無事に手に入れたぞ。殉職のオーブの一つ、オシラトリユニバースだ。あとは黒か。やりましたね。さあ、しもべたち、もたもたしてる暇はありませんよ。すでに新たな扉を開かれました。どこ？
妖精たちが望む場所へとたどり着けるはずです。私たちの望む場所、あそこのでっかい塔。キリト君、新たな祭壇が出現してるよ。どこに？あ、飛ばしたんだ。あ、ここに？ここに出たの？ここに出たのか。今あるオーブはプロミネンス、クリプトコズミックサーカス、オーロラオーバイ、クリプトコズミックサーカス長、レオニーズ、グレートボール、オシラトリユニバース、全部で6つ。コンソールに浮遊するオーブの数も6つ解除できるね。行こう。ん？でもよ、7王のオーブなんだろ。一つ足りなくねえか。まだまだだからあるんじゃね。その最後の一つが黒の王だぜ、ミスター・クライン。サッチの偽物もこの世界のどこかにいるということなのです。頑張ろう。いずれぶつかることになるか。だがここのコンソールに至ってはその存在は関係ないはずだ。そうそう、キリト、コンソールを解除しよう。ああ、そうだな。これでやっとあの場所へ行ける。え、あの場所に行けるってなんで確信してるんだ。確信するとこ違くない？しまった、アイテム取ってない。この先でユイが待ってる。ああ、ユイの声早く聞きたい。そうだよキリト君。なんでもう泣きそうなんだ。アスナさん、塔にユイが封じられ、俺たちはなすすべもなくあの場を後にした。そして仲間たちを集め、数々の戦いを乗り越えてようやくここまでたどり着いたんだ。これでいけるはずだ。バーストリンカーのみんなには本当に助けられたよね。一度もパーティーに入っていないけどな。でもキリトさん、アスタさん、まだ戦いは終わってませんよ。頑張ろう。俺たちが力を合わせればきっとあの巨大モンスターに対抗できる。もちろんだ。さあ早くユイを助け出してやろう。さあ、よし。さあさあさあ、かっこよかったな。おう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 。その前に宝箱だ、宝箱だ。なんでやねん、宝箱取らせるや。仮想世界からいなくなって数十数百年の後、その間ユイ一人で悲しかったとかいう話じゃないの。彼らの作り上げた仮想世界の一つの光、真意を応用した一つの実験が行われました。それは仮想世界に感情の力による事象の上書きを引き起こすのではなく、リアルの感情を仮想世界にリムーブさせることだったのです。はい、よくわかりません。量子演算によるソウルの存在を確認した世界において、その実験は決して非科学的なものではありませんでした。しかしそれは仮想世界の悲劇の扉を再び開けてしまうこととなるのです。そうか、これで新しいショーに行くのかな。待って待って、宝箱取らせて。ひー、宝箱お守り取った。あ、セーブがある。やった、ここでセーブしよう。セーブ、イエスイエス、おイエス、セーブ完了。終わろう。おつ